胎教とは、一般に妊婦が精神の安定に努めて、胎児に良い影響を与えようとすることである。胎内教育とも言う。胎教という言葉の起源は、中国の大胎来期であり、胎教思想は、未開社会における禁忌や死産に対する恐怖心から生じたものではなく、聖人君主を形成する教育思想の一種であった。周の文王の母の王の務が胎教を行ったとする伝説も残されている。日本においては6から8世紀頃以上、通じ部分的に伝来した。江戸時代末期になると、妊婦の保護や妊娠中の食物禁忌などと相まって、胎教と解釈されるようになった。明治以降は、西洋医学の伝来により、科学的根拠に欠けることから否定される傾向にありつつも、家庭の絆形成や家庭教育の始発点として実践的運動に用いられるようになった。現代においては、胎教の概念の礎は、不明瞭と言わざるを得ないが、大衆に広く普及、認知されるものとなった。特に代表的なものは、クラシック音楽を胎児に聴かせたり、妊婦が名画を鑑賞したり、絵本を読み聞かせるなどの行為が知られている。また、妊娠中の食事に気を使うことや、マタニティヨガ、ウォーキングなどの軽スポーツを行うことも、胎教の一部であると捉えられている。一般的に挙げられる胎教の効果には、以下のような項目がある。これらの項目は十分な科学的根拠に基づいているとは考えにくい面があるが、近年、産婦人会などが著書で臨床事例を発表するなどしている。大胎来期歩風編、正史氏の記曰、古者胎教大木西原の7月次週演出、列女伝母義伝、竹内正人、お腹の中を可視化する。初めての妊娠&出産大泉書店、2017年、102から103。ISBN 97842億78036497。ありがとうございます。